新約聖書のマタイによる福音書17章の9節から21節。一同が山を下ってくるとき、イエスは人の子が死人の中からよみがえるまでは今見たことを誰にも話してはならないと彼らに命じられた。弟子たちはイエスにお尋ねしていった。一体律法学者たちはなぜエリアが先に来るはずだと言っているのですか。答えて言われた。確かにエリアが来て万事を元通りに改めるであろう。しかしあなた方に言っておく、エリアはすでに来たのだ。しかし人々は彼を認めず、自分勝手に彼をあしらった。人の子もまたそのように彼らから苦しみを受けることになろう。その時弟子たちはイエスがバプテスマのヨハネのことを言われたのだと悟った。さて彼らが群衆のところに帰ると、一人の人がイエスに近寄ってきてひざまずいて言った。主よ、私の子を憐れんでください。転換で苦しんでおります。何度も何度も火の中や水の中に倒れるのです。それでその子をお弟子たちのところに連れてきましたが、治していただけませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、なんという不信仰な曲がった時代であろう。いつまで私はあなた方と一緒におられようか。いつまであなた方に我慢ができようか。その子をここに、私のところに連れてきなさい。イエスがお叱りになると、悪霊はその子から出ていった。そして子はその時癒された。それから弟子たちが密かにイエスのもとに来ていった。私たちはどうして霊を追い出せなかったのですか。するとイエスは言われた。あなた方の信仰が足りないからである。よく言い聞かせておくが、もしからし種一粒ほどの信仰があるなら、この山に向かってここからあそこに移れと言えば移るであろう。このようにあなた方にできないことは何もないであろう。しかしこの類は祈りと断食とによらなければ追い出すことはできない。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所を通して、からし種一粒という題でメッセージをさせていただきます。主語法ではちょっと英語の題がスペリングが間違っていますが、こちらが正しいですね。中高生にチェックしてもらうのを怠っておりましたら、英語のスペルがとんでもないスペルになっておりましたけれども、私のミスです。本当はこちらであります。ワンマスタードシード、これいいですね。これ合ってますね。はい、合ってるそうです。からし種一粒という題でメッセージをさせていただきます。先週私たちは17章の1節から8節までをお読みしましたけれども、先週のところイエスが山に登って姿が変わられたところでありました。ペテロはずっとここにいたい、ずっとここにいましょうって言ったのでありますけれども、イエス様は山を降りて来られました。そこには山の上の夢のような時間とは対照的な混乱した状況が待っていました。私たちにとってもそれはとても大切なことです。山の上で神様とだけ過ごしている。それはいいでしょう。それは素晴らしいことでしょう。でも神様は山を降りなさいと言われるのであります。現実の中で混乱した問題がある、不信仰があふれている、現実の中で生きなさいとイエス様は私たちに言われたのであります。私たちを招いていらっしゃるのであります。山から降りてきたイエスと3人の弟子たちのところに、悪霊の力によって転換のような症状だった男の子が連れてこられました。まあ、今でいう病気の転換ではなくて、悪霊によってそのような症状が出ていたのだと思いますけれども、まあ、そのような症状に苦しんでいた、悪霊に取りつかれてそのような転換のような症状で苦しんでいたその子供がいました。そのお父さんが言いました。主よ、私を憐れんでください。私の子供を憐れんでください。転換で苦しんでおります。何度も何度も火の中や水の中に倒れるのです。それでその子をお弟子たちのところに連れてきましたが、治していただけませんでした。
弟子たちは追い出せなかった。イエスのところに、もともとイエスのところに連れてきたんでしょうけれども、イエスがおられなかった、そこで弟子たちに頼んだ。でも悪霊を追い出すことができなかったというのであります。皆さんどう思いますか？イエスの弟子たちのところに悪霊に疲れた子供が連れてこられた。けれども弟子たちはその悪霊を追い出すことはできなかったというのであります。まあ、今でも悪霊に疲れた人の話はよく聞きます。まあ、私は見ないんですけれども、ホラー映画などに出てくる悪霊に疲れた人というのも、私は見ない、本当に見ないので、わからないといえばわからないんですけれども、でもですね、ホラー映画などに出てくる悪霊に疲れた人というのも、バカにはできなくて、実際そのような経験をした人が、なんか意見を言ってるとか、そういう、作っているとか、そういう作品もあるそうであります。また、最初は占いに興味があってちょっと自分でも始めたんだけれどもハマっていって悪霊に疲れてしまった、でもイエス様によって解放されたという証を読んだこともあります。本当に今も悪霊の働きがあるんだなと思うんでありますけれども、悪霊のことを軽く考えてはいけないと思います。その悪霊に疲れた子供が連れてこられて弟子たちが追い出そうとしたけれども追い出せなかった。これ昔話じゃなくて今の私たちのところにもそういうことが起こったとします。皆さんどう思いますか？そりゃそうでしょう。イエス様ならばできるだろうけれども、イエス様ならできるかもしれないけど弟子たちには無理でしょうと思いますか？いやまあちょっと特別な先生はできるかもしれないけど私には無理でしょう、そう思いますか？自分だったらどうでしょうか？悪霊に疲れた人がいて本当に追い出してくださいって言われたら、まあ、一生懸命お祈りするでしょうけれども追い出せるだろうか、そんな思いになる方もいらっしゃるかもしれません。でもその一方でまたどうしてできなかったんだろうかって思う人もいると思います。これできるのは当たり前でしょう、だってイエス様信じてるんだからできるでしょう、そういう方もいらっしゃると思いますね。マタイの10章には汚れた霊を追い出す権威を与えられた、そう、何ページか、本当何ページか前にめくると、この十章のところに、イエス様は弟子たちに悪霊を追い出す権威を与えられたと書いてあります。そして、この十章の、六節ですか、悪霊を追い出せ！イエス様はおっしゃっています。ですから、もう弟子たちはすでに、この時に悪霊を追い出した経験を持っていたでありましょう。イエス様から派遣されて悪霊を追い出す経験をさせていただいたようであります。どうして彼らはこの時できなかったんでしょうか。まあとにかく彼らはできなかった。その時弟子たちどうだったでしょうかね。本当にこ の,、のイエス様のところにこの悪霊に疲れた子供を連れてきたお父さんがやってきて、だけどイエス様いなかった、だから弟子たちにお願いしますお願いしますそう言われて弟子たちを一生懸命、ね、悪霊に向かって叫んだと思いますね。この人が出ていけ、でも出ていかなかった。弟子たちはがっかりしたでありましょう。自分の無力さ、自分の霊的な力のなさにがっかり、スピリチュアル、今ねもうスピリチュアル、日本もスピリチュアルブームでありますけれども、もう一段が来たんでしょうかね。でもスピリチュアルな力みたいなことが強調されて、いる時代でありますけれども、それが ない自分にはないんだ、がっかりしたと思いますね。そして目の前でイエス様が悪霊を追い出せるのを見て、このイエス様のところに連れて、イエス様のところに子供を連れてきたら、このイエス様はその子に向かって、悪霊に向かってお前から出ていけ、悪霊が逃げていった、その子は癒された。その姿を見て本当にやっぱりイエス様すごいと思ったでありましょう。でも自分はたちはどうしてできないんだろうか、なんで私たちはできないんだろうか、そんな気持ちだったようでありますね。そこでイエス様に聞いたのであります。どうして私たちはできなかったんですか、どうして私たちはできないんですか。もしかしたらこれは私たちの
イエス様に対する問いかもしれません。どうして私には霊的な力ないんですか、どうして私にはできないんですか、どうして私にはそういうことが、この悪霊が黙るような、悪霊が追い出されるような、悪霊が恐れるような、そういう働きができないんですか、そう思われる場面があるかもしれません。私たちの問いであります。それに対してイエス様はおっしゃいました。信仰が足りないからだ。からし種一粒ほどの信仰があれば山も動くんだ。信仰が足りないからだってイエス様おっしゃった。からし種一粒ほどの信仰があれば山が動くんだってイエス様おっしゃった。これ難しいと思いませんか、どういう意味かなって思いませんか。私は思いました。信仰が足りないからだっておっしゃ、イエス様おっしゃったわけでありますが、からし種一粒ほどであれば、からし種っていうのは聖書の中で小さいものの象徴であります。小さいものの象徴、どんな小さくてもいいから、どんな小さいものでもいいから、信仰があれば、本当に小さくても小さくても、どんな、本当にこんなちっちゃいの、そんなにちっちゃいのって、そんな信仰でもいいんだってイエス様おっしゃった。その一方でイエス様、あなた方の信仰足りないから、どういう意味かな。言語を見てみました。ギリシャ語で読むと、この信仰が足りないって言葉は、信仰が足りないって二つの言葉じゃなくて、信仰が足りないっていう一つの言葉。変な話です。信仰が足りないって一つの、たった一つの言葉。聖書の中に何回も出てこない言葉。本当に数回しか出てこない言葉で、これ、信仰が足りないって一つの言葉なんです。一つの状態なんです。それを分解して、語源的に分解すると、信仰という言葉と足りないという言葉がくっついているので、小さいと信仰かな、小さいと信仰がくっついているので、小さすぎるんだ、信仰は小さすぎるんだ、そういうふうに訳したんだと思います。でも、聖書の他の場所、同じ言葉が他の場所で使われている場所を見ていったら、なんとですね、これは小さい信仰って言っていいのかなって感じですね。というのは、例えば、ペテロがイエス様にお願いして、水の上を歩かせてくださった箇所で、使われています。いや、ペテロがイエス様にお願いして水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいってペテロがイエス様にお願いして、ペテロがイエス様を 見つめながら踏み出しました。イエス様の方に 歩いていきました。最初は良かった。でも何歩か歩いたところでペテロは風を見て怖くなった。そして溺れかけたとか、その時にペテロはイエス様助けてくださいお願いするんです。その時にイエス様が言った言葉がこれなんです。信仰の薄いものだな。イエス様は彼の手をガッと捕まえて、信仰の薄いものだな。なんで疑ったのか。イエス様だけ見てた時は良かったんですけれども、風を見て恐ろしくなって、イエスを見てるところから風の方を見た。嵐の方を見た。その時にイエスが言われた言葉が、信仰の薄いものよという言葉であります。同じ言葉であります。直訳すると信仰が小さいと。イエスが用いた用い方は、イエスを見ないで問題の方を見ることを表す言葉。見るべき神様を見ないで、見るべき神様じゃなくて、自分の姿を見る、自分の問題を見る、その時に使われる言葉が、ここで使われてるんです。他にも何を食べようか何を着ようかと思い煩うなとイエス様がおっしゃった時に、信仰の薄いものよって、これはマタイの6章に出てきますが、信仰の薄いものよってイエス様おっしゃる。で、そして今年の御言葉、この週報に書いてあります、今年の御言葉でありますが、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは全て添えて与えられる。神と国と神の義を求めなさい。神の愛を、神の愛に満たされること、それを求めなさい。神様とのまっすぐな関係、神様との嘘のない関係、神様に本当に心を開いて全部見せて、ああ神様、あなたと共に歩んでいきます、その神様との関係に生きていくことを求めなさい。そうすればこれらのものは全て添えて与えられるんだから、心配するなよ、信仰の薄いものよ。ここで使われ、神様の御手を信頼して神様の愛の支配の中に安らいで歩んでいけばいいのに、どうしようどうしようといろいろ思い悩んでいるという状態を表している。
ですから、この信仰の小さいとか薄いとか、この使われている、この訳されている言葉は、数量的な多さとか、信仰が多いとか、信仰が強いとか、その少ないとか小さいとか、そういうことに使うべき、そういうふうに表すべき言葉ではない。皆さん、信仰って何でしょうか。皆さん、信仰って何でしょうか。信仰の、あなた方の信仰が足りないからだ。あなた方のこの信仰が一粒、このからし種、一粒の信仰からもうそれで十分なんだ。もう本当に小さなからし種1個あったらもうそれで十分なんてさ、じゃあその信仰って何でしょうか。この箇所を理解するために助けになる聖書の箇所をもう2箇所開きたいと思うのでありますけれども、こういう箇所があります。これはですね、一つは使徒行伝の3章です。使徒行伝の3章に、一人の歩けなかった人が物乞いをしてました。歩けない人が私を恵んでください、お金くださいって、この神殿の入り口に座って物乞いをしてたわけであります。その時に、ペテロとヨハネが神殿に入っていくのを見て、彼らに お金恵んでくださいってお願いした。そしたらペテロが、私たちを見なさいって言われて、何もらえるのかなって見つめていたら、ペテロは、金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。イエス・キリストの名によって歩きなさい。と言って、彼を立たせた。そしたら彼は立ち上がって、喜びにあふれて歩き出した。それを見て人々が集まってきた。その時のペテロの言葉です。使徒行伝の3章12節。それがこのスクリーンに出ている言葉であります。イスラエルの人たちをなぜこのことを不思議に思うのか、また私たちが自分の力や信心であの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめているのか、私の力や信心で私が彼らを歩かせたと思って見ているのか。信心じゃないよって書いてある。信心じゃないって書いてある。信心、これ新改訳聖書を見ると、新改訳聖書を見ると信仰深さって出て、もうこれまたすごいなってことだ。信仰深さじゃないよっていう、私の信仰深さじゃないよ。英語ではだいたいゴトリネスって言葉使ってますが、この信心じゃない、信仰深さじゃない、じゃあなんだ。同じ話の続きが16節に続きます。16節にはこう書いてありますね。16節には、そしてイエスの名がそれを信じる信仰のゆえに、あなた方の今見ているこの、見て知っているこの人を強くしたのであり、イエスによる信仰が彼をあなた方一同の前でこのように完全に癒したのである。信心じゃないよ、また新改訳聖書と信心深さで、信仰深さじゃないよ、じゃあなんだ。信仰だ。イエスを信じる信仰、イエスによる信仰、イエスの名がそれを信じる信仰、イエスを信じる信仰、イエスの名を信じる信仰、それがこの人を癒したんだ。信心と信仰って何が違う、同じじゃないのって私たち思うかもしれない。信心ではなくて信仰だって。信心ではなくて信仰深さ、英語で言うとゴトリネスじゃなくて信仰なんだって。信心じゃなくて信仰だっていうのであります。同じようなことを言っているのがローマ人への手紙の4章5節、同じようなことが出てきます。しかし働きはなくても不信心なものを義とする方を信じる人はその信仰が義と認められるので、もうこうなってくるともう本当難しいなって感じがするかもしれませんけど、何かというと、不信心なものを義とする方を信じる人はその信仰が義と認める。信だからここでも信心じゃないよと、信心がなくても信仰があればいいよ。でこの言語でも全く違う言葉が使われているんですが、
信心と信仰とは違います。信心は自分の信仰の姿勢に注目しています。とても大切なポイントでありますけれども、信心というのは自分の信仰の姿勢に注目しています。イワシの頭も信心からと、この日本のことわざにもありますが、この信じる対象は何でもいい、信心が大切なんだ。信心が大切、もうどういう信仰の姿勢が、私たちの気持ちが大切なんだ。どんな、まあどんな神を信じててもいいんだって、私たちの信仰の姿勢が大切なんだ。それが信心であります。で、信仰って何か。信仰は信じるお方が大切です。イエスを信じる、愛の神を信じる、神様の愛を信頼する、そうです、信仰は信頼です。自分の力は弱い、自分は不信仰だ、自分は不信心だ、自分の信仰の姿勢は甘い、ダメだ。でもイエスを見つめている、イエスを信頼している、この方がおられるから大丈夫だ。それが信仰です。先ほどのペテロが溺れかけているところでも、ペテロがイエスを見ているときは大丈夫だったように、イエスを注目する、イエスに注目する、イエスを見る、イエスの力を信頼する、それが信仰です。自分の弱さや愚かさ、足りなさばかりを見ているのは不信仰です。信仰の薄いものです。でもそれも分かっている、自分の弱さも分かっている、その中でイエスを見つめる、イエスを見上げる、それが信仰です。同じ出来事をマルコも紹介していますが、その時にこの子のお父さんはイエスに言うんです。信じます、不信仰な私を許してください、信仰な、不信仰な私を助けてください、そのようにイエス様に叫んでいます。それこそが信仰であります。自分じゃない。本当にこれ大切なところで、私たちが自分の信仰がどこまでいったかとか、自分の信仰がどこまで熱心かとか、自分がどれだけ聖書を読んだとか、自分がどれだけお祈りしたとか、そういうことにこだわっているのが信仰じゃないんです。そうじゃなくて、ああこの方は、私、この神様は私のためにこんなことしてくださったんだ、神様こんなに愛が大きいんだって、神様こんなに力を持ってらっしゃるんだ、そのことを信頼するのが信仰であります。自分の力じゃない、自分の熱心さじゃない、信じる方を見上げ続ける、この方がいらっしゃるから大丈夫だって、そこに信頼していく、それが信仰です。からし種一粒の信仰、これはしばしば生きた信仰だと言われます。いや小さくても生きてればいいんだ、なるほどと思いますけれども、どんなに小さくてもそこに命があれば違うんだ、本当にそうだと思います。でもその命はイエス様が言われたように、死ぬことによって生きる命であります。ヨハネの12章24節にはこう書いてあります。これはからし種ではなくて麦でありますが、一粒の麦が地に落ちなければそれはただ一粒のままである、しかしもし死んだなら豊かに実を結ぶようになる。自分の信仰、自分の信心、自分の信仰の姿勢、そこに凝り固まっていたらそれで終わりです。でもその種が死んだ時、つまりその種は本当に死んでないんだけど、自分の形が壊れて、その種が自分の形が壊れて、自分のこのこだわりみたいなのが壊れて、本当にこの神様の御手の中に陥る時に、その種を芽を出して実を結ぶんです。自分じゃない、神様に注目する時に実を結ぶようになるんです。本当にこのこと大切なことだと思います。なぜなら私自身本当に勘違いしていたからです。本当に私も長い間誤解してました。ある場所に疑わないで信じればと書いてあるので、一生懸命疑っちゃダメだ、疑っちゃダメだって頑張っていました。大丈夫だ大丈夫だって感じるのが、大丈夫だ大丈夫だと感じるのが、ね、念じる、感じるというか念じるのが信仰だと思っていました。そしてちょっとでも疑いが心の中に入ってくると大変だから、ああまずい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 、疑う疑う、信じろ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 信じるんだみたいな、そういうのが信仰でありお祈りであると思っています。
そしてそういうふうに、本当にそういうふうなお祈りをしていました。耳を塞いで邪念が入ってこないように、疑いが入ってこないように、心を塞いで神様ってお祈りしていました。信心というか信念というか、本当に心の中で念じることがお祈りだと思っていました。そして完璧にできない自分を責めて、それが完璧にできない自分を責めて、ダメな信仰者だと思っていました。祈った通りのことが起こらないと、自分があの時に疑ったからだと、全て自分の責任だと思っていました。でも信仰が信頼だと分かってから、自分の信仰の姿勢に注目するのではなく、自分の心の状態に注目するのではなく、イエス様に注目する、神様のご愛に注目する、そのことが分かってから、信仰って楽しい、信仰って楽なんだ、信仰って幸せなんだ、信仰って本当に平安なんだ、この方に心の中も全て見せて信頼して導いてもらう。犬が猫がお腹を見せて、飼い主にお腹を見せて安心して、安心してお腹を見せてゴロゴロするように、私たち本当に神様の前に全てを見せて信頼して歩んでいくことができる、そのような歩みをさせていただこうじゃありませんか。現実の中に生きるのであります。でも現実に飲み込まれるのではありません。問題に目が奪われて現実の中に生きておられる神様を見失ってしまうのではなく、本当に全てを支配し、今も生きていて私たちを守り支え、私たちのことをいつもいつも心にかけてから、私もあの日々の御言葉の準備をしながら、今週はルツ記をあの読むんですけれども、ルツ記を見ながら、ルツのこのお姑さんのナオミが、神様は生きたものを死んだものをも心にかけてらっしゃるって、その告白を読んだ時に本当だなって思った。ナオミは本当に苦しくて苦しくて苦しくて、神様が私を苦しめてるんだって、神様のせいで私はこんなに苦しんでるんだって、もう嘆かないではいられませんでした。神様、なんでこんな目に遭うんですか、私は自分の夫と自分の子供たち2人亡くなって、最愛の人を亡くし子供2人亡くしたんです。本当に悲しみの中で、外国人のお嫁さんと2人で自分の故郷に帰ってくる、私は神様にこんなに苦しめられてる、嘆かないではいけなかったナオミが、神様との関係がの中で、彼女は私たち生きているものも死んだものも心にかけてらっしゃるんだ、神様は私たち一人一人のことを、いやもうこの世を去った先輩たちのことも心にかけて、いや神様が捨てたから亡くなったわけじゃない、神様がもう見切りをつけたからこの世から去ったのではない、神様が心にかけていてくださる、神様が心にかけていてくださる、だから私たちは安心してこの方を信頼して歩んでいくことができる。からし種一粒でもいいんです、本当にちっちゃくていいんです、どこまでもどこまでもどこまでも神様を見つめていく、神様を信頼していく信仰が山を動かすのであります。自分の力じゃない、動かすのは神様です。本当にこの方を信頼していこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。
愛する天のお父様、私たちは自分の信仰が、自分の信心が、自分の信仰の姿勢がどうだろうか、信心深さ、信仰深さがどうだろうか、自分はちゃんとやってるだろうか、自分がちゃんとやってないから神様はこんなことが起こっちゃうのか、神様はこんなことなさるのか、そう思う時がどれほどあるかと思います。今日のような聖書の箇所を読んでも、ああ私はダメだって、私は山を動かすような信仰がないって、自分の信仰の姿勢ばかり目が行く私たちです。でもそうじゃない、イエス様が私たちに伝えようとしたのはそうじゃない、からし種一粒でもいい、本当にちっちゃくてもいい、ただ神様を信頼する信仰、神様の御力を信頼する、神様のご愛を信頼する信仰をあなたは待っていてくださいます。それを祝福してくださいます。神様、本当にあなたを信頼していかせてください。本当に小さいものです。自分たちのことばっかり見て、問題のことばっかりにとらわれて、あなたを見失ってしまう私たちです。助けてください。日々悩みの中であなたを磨きさせてください。日々悩みの中であなたの素晴らしさ、あなたの道から、あなたのご愛、あなたの豊かさ、そこに私たちの目を留めさせてください。そして主よ、あなたの素晴らしさに感謝しながら山が動くことを経験していく、そのような人生を送らせてくださいますよ。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。